だよ。はい、今日はこんな頭にタオルを巻いてみたったりしちゃったりしちゃったりして、私がする施術はじゃーん、見えますか皆様、こちら毛穴洗浄ができる機械でございます。ちょっとねシミとかはあるけど、知らない、まあ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 やっていきましょう。はいはい、あの元々は精製水っていうすごいもう純粋な綺麗なお水でこう洗い流していくんですけども、うん、その洗ったお水をあのこう吸収、うん、バキュームで吸ってるので、そうそう、そのお水がね違うところに溜まっていくんですよ。これ溜まるかな。はい、これでまあその何ですかね、汚れ具合がその水の濁り具合でわかると。ちなみに先生は昨日はもうアクエリアスになってました。ひどい人はカルピスになるらしいから、その結構ねあの操作はねやりやすくて、よいしょ、はい、じゃあやっていきます。こういう感じでしたね。はい、まずここでしたね。はい、ここがねこの辺が汚いが、やってみようか。ちょっと待ってください、こうちょっと皆さんにこうお見せするよ。あったかな。いきまーす。はーい、あ、まだこれ来ないんだよ。最初な。しました。いくよー、はい、ちょっとこの辺でやってみる。まず、うん、どうですか、痛くも痒くも痛い。痛いよ。いや、ティッシュで拭くから。お水が出るからね顔がちょっと濡れちゃうんですけど、あの精製水で綺麗なお水なのでね。めっちゃ綺麗なのよこれ。吸われてる感あります？うん、すごい吸われてる。気持ちがいいです。冷たくて水が気持ちがいい、うん、気持ちがいいですか、うん、たまってピンポイントでやるとちょっと赤くなるからね、うん、でもねよく取れてますよ。やっぱりその自分の洗顔じゃ拭ききれない角質ってね、うん、あると思うんですよね。それをこれで吸ってあげると。来てますね。うん、来てる。お前も綺麗なもんだな。私？うん、ちょっとスピン、ちょっとスピン来た。全然。皆さんでちょっとね、こちらで大体やったね。右側が終わりました。いかがですか、ちょっと触ってみよう。私もご自身でね。あ、ツルツルね、すごいツルツル、ね、あ、ザラザラ。そっちはね、うん、お願いします。あ、だいぶ違うね。ここやるね、鼻の頭。どうですか。いいんですよ。あ、綺麗になった。うん、赤みはねちょっとしたら引くからね。このでもさ、角質取ると、うん、なんて言うんだろう、このそう黒いのはなくなるけど毛穴が開いてるからこれ引き締めたいね。あとで引き締めてあげるからね。あ、それもしてくれるんですか。その機会がちゃんとあるからね。はい、
じゃあ反対もやっていきます。はい、穴洗浄が終わりました。なんか肌がなんか透明感が出てきた気がします。いかがですか、どうですか先生。いいですよ、次はあのこのたるみ、ここをちょっと引き締めるような施術を先生にしてもらいます。この同じ機械でできるのでやってみます。でも、ね、ジェルをね、はい、こことかやっぱりね、ちょっとお疲れモードで、ちょっとこうお疲れモードで、うん、ちょっと落ちちゃってますか、下がっちゃってるから、こう角張ってるじゃん、こう、はい、こうシュッとね、してみましょう。お願いします。このリンパをね、うん、なんかその辺がちょっとやっぱ凝ってるね、うん、痛い、わかる、わかる、あとこうですね、うん、痛い、これ痛い、でしょう、うん、さっきまで痛くなかったけど、なんかだんだん痛くなってきた、うん、このコリコリしてるじゃないですか、はい、ほら、はい、これがダメですね、いけない、これは老廃物固まってるから、ウキウキしてあげるから、はい、痛気持ちいいですけど、痛気持ちいい、もうちょっと疲れですよ、ほら、これ、これ、やばやばいでしょ、皆さん音が聞こえますか？いやー、このアゴラインは結構お疲れですね、やっぱり。あ、でもなんかシュッとしてきましたね、顎が。めっちゃシュッとしたやん。皆さん分かりますか？右側、うん、こっちが盛り上がってきて、ここがこの辺はシュッとしてる、ね、顎のラインが綺麗になったね。え、すごい、だいぶいいよ、ここら辺がやっぱり。私初めてこれした、これちょっと取ってあげたいね。皆さんわかりますか？右が上がりすぎじゃないですか？こっちね、うん、右、うん、もう眉毛めっちゃ上がった。え、わかりますか？反対もちょっとしたいけど、そうでもな、バランスもありますからね。え、眉毛がやばいよね。反対でーす。反対でーす。行ってみましょうか。これはどうですか？こっちも多少あるけど、でも右ほどではないですね。うん。いやけどこの辺残ってるわ。あ、眉毛の位置が近づいてきてる。ねえ、シュッとした。全体的にシュッとしました。だいぶね。次これ。はい。これ仕上げ。うん、仕上げみたいなもんだな。これはさっきよりも短い時間当てればいいので、うん、はい、さっきと同じようにこう、リンパを。わかりますか？痛い、痛くない、はい、もうそこがね、実は見てください皆さん、先生も昨日はしたんですよ、お肌が綺麗です、先生も、うん、ママもして、まあ、めっちゃ今日まだ目がでかかったよ、あ、すごい、うん、喜んでて、ここは凝ってるからね、
いいですね。だいぶ、だいぶっていうか、かなりシュッとしましたよ。やば。シュッとしてますか？だいぶね。この辺がやっぱり結構ね、老廃物が溜まってますね。良くないですね。どうかな。あ、いいじゃないですか。すごいんじゃない。で本当にね、まずね、肌がね、うん、白くなったし、このフェイスライン、うん、キュッとしてる、ね、で最後はパックをします。でただパックをするんじゃなくて、あのパックの上からこう薬液をさらにこう導入させる肌にための機械を当てます。このパックが、このパックがね、はい、人間細胞がね、うん、2種類も入ってる、まあ、めっちゃいいやつですよ、今日のやつね、うん、今パックを乗せてもらってます。いいじゃないですか、なのでね準備ができました。行きましょうか。バイキンマンを当てていきます。でね、はいれーはいれーって、うん、これもね、だいたいね、5分ぐらい当てればいいので、うん、両方の香りもすぐです。気持ちいいですね。これ痛くもなんともないです。痛くもなんともないね、うん、たまにピリピリってするかなっていうぐらいで。そうだね、一応こう、うん、バイポーラーの電気がね、走ってますね。はい、こう片方だけやってもあんま意味ないんだよね、うん、片方だけすると余計ビリビリって感じます。両方でね、うん、ついてることで意味があります。あ、嬉しい、なんか、なんか癒されました、顔が、うん、顔が喜んでます。気持ちが良かったって言って、はい、行ってます。じゃあちょっとこの後パックを外したお顔をお見せいたしますので、うん、来ました。はい、では取ってみるよ。はい、外すよ。はい、デーデン、いきます。デーデン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 、いかがでしょうか皆様。あ、本当に白くなったけど、いかがですか。染め感出ましたよ。え、染め感出ましたよ。これ すごい透明感が出た出た。あ、ほんとにすごい、痛くもなんともなく、うん、気持ちいいよね。いや、なんか次このそばかすとかが気になっちゃう。分かる分かる、ね、それに関してはね、そこだけ残っちゃうからね、余計気になるよね、うんうん、いや、それが目立つぐらい、そのなんだろう、白いっていうか、白いかな。いや、すごい、これは今日は気分がいいぞ。ということで、今日の夜は生配信、生配信8時から TikTok ライブ、9時から YouTube ライブとなってます。はい、バイバーイ。